こうやってやってやるの、外側にね、なんかこう残すのがやる、ちょっと戦いのあれ、ここだったか、うん、一応にありだけやった。シシシが描いた絵が上がってくるんですよ。おしくらのせてくる。なんとだ。あ、40国境45って感じ。うん、これほら原型を義経がやっつけとっとるでしょ。わ、これ頭あの額から血だ出しとったじゃないと。そうね、そうね。かわいいと見えんばっていうのは。手本にもあっとった、中本に。うんうん、こっちもね。あれの頃も、なんとか、戦争の時の軍艦で。うわ、これは桶作りたい、ほら。うんうん。あの、もう菊池慶応よね。こうやって出てる。明日に、ね、左の方にあると。妄想だけを何人でしょうとかね、2、4、6、8、12。トンテンカンで打ち込んで。慶応4年生というのも明治の近くが でもあれ女の子がこうあの絵を何て言うかね、同じように写して奉納するなんて。はい、あの朝日の絵だ、あれは山口、この葉、山のところに打ち合っていたっていうのを聞き入れられたに、その伝統が開いてちょうど外のような、あれにもその日だけ、あそこの場所から出るけど、それを山のさんあたりだけ小さい時から見ようなのかっていう。Thank you.
17日に人間本でしたけど、Thank you.